はいどうも皆さんこんにちは、ピヨキングです。今日もですね、みんなでバトルやっていきたいと思います。まだまだですね、僕の中ではこのみんなでバトル現役です。もうマリオメーカーが出て1年と半年までなんないけど、まあそこら辺ぐらいになるのか。まだまだやりますよ。さあ今度はマルチプレイヤーみんなでバトルっていうコースでしたね。このコースはなんか見たことあるね。これなんか Wi-Fi みたいなマークだ、 Wi-Fi ってかなんか電波みたいなマークだって過去の動画でも言ってた気がするんだよな。覚えてたらいいけど、これは取っていかなきゃいけないパターンで、うわこれタイミングが合えば絶対一発でいけたくないので、このまま渡っていきます。これキノコなくしたらダメなパターンいいのかな、どうなんだろうね。あ、やっぱダメなパターンじゃん。ダメなパターンだけど、これこのまま渡っていこうか。オッケー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 。やったルイージ早い、マジでルイージ早いな。で、これ、よしオッケー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 。で、このボムを着火して、よしオッケーナイスルイージ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 よし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 オッケーオッケーオッケー。うわ、ルイージマジで早い。落ち着いていこう。よし、オッケー。で、もう一丁。いいねいいね、ルイージ苦戦してます。ここで僕1番取りました。オッケーオッケー。でこれ左、いやこれ勝ったでしょ、これ絶対勝ったよね。やった逆転勝利、ウノマススタックフォーエバー。全然意味わかんないけど雰囲気がねめっちゃ可愛らしいよね。どんな感じのステージだろう。このまま右に行ってゴールであってほしいね。やったいや僕ですね、まあ急にねちょっとなこんなこと言うのもあれなんですけど、サムネわかるよね、みんなサムネイルね、サムネを作るのがね相当苦手なんだよね。だからね僕のサムネって意外とね面白くなさそうとかね結構思ってる人がいるかもしれない。まあね動画もねそんな大して面白くないかもしんないんですけど、その中でもマジでサムネがねほんと苦手なんだよな。サムネ難しいってね本当に作るの。いやこのコースマジで見たことあるね。いや本当にあります、このコースね。このびっくりマークも見たことあるな。ちょっと動画にしたかわかんないんですけど、多分したような気がする。多分してるでしょこれ。確かこのね太陽が邪魔とか言ってた気がするもんね。でこれ左に行きます。でこれ右に行って、確かね右に土管があるんですよ。ほらほらほらね。でこの土管を渡っていくけど、ちょっと待って、マリオマジで危ない。ちょっと待って、マジでマリオ迫ってきてる。よし早くマリオが来る前に、やったよしこれでちょっと差はつけられました。このままジャンプ、よしここで落ちたら危なかったね。でこのままいけるかな。ちょっとフラワー取っていく。マリオが来るのがちょっと心配だけど、これで2回当たってもいい。マリオじゃないキノピオが来たね。あ、分かった分かった、思い出した。ここで滑ってって確か終わりなんですよ。だから多分もう勝ったと思う。もう絶対勝った、前もこんなん言ってた気がする絶対勝ったみたいなね。みんなちょっとね落ち着いて見てて、これはもうみんなもうねおならでも何でもしながら見てていいですよ絶対勝つから僕本当に。いやでもキノピオ迫ってきたら、いや実ですねね、もう何言ってるか分かんないんですけど、うわちょっと待って、まずい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 。よし来た、これで勝ったでしょ、イエーイまあここは待っててもしょうがないんでゴールしますか。おパネポンウィンディっている。今回みんな可愛いね。その中でパネポンウィンディっている。あのねパネポン僕めちゃくちゃ得意なんですよ。わかるかな、パネポンってスーパーファミコンのゲームなんですけど、今ねオンライン入ってる方は無料でできますよ。スーパーファミコンオンラインっていうアプリあるじゃん、あれでね無料でできるんですよ。さあ今回僕これ上からいきたいと思います。やった抜けた、これでみんなを出し抜きましたね。よしそれじゃこのまま渡っていきます。中間ポイントゲット、ここら辺で一回アイテム取っておきたいね。アイテム取っておきたい。よしいや待って、キノピオがマジでさっきなってんじゃん、さっきなってる。うわこれは危ない。よしパックン出る、いや出てもいい、このコースは出てもいい。うわ待ってマジでさっきなってる子が来てる、来たー。簡単すぎる、コインめっちゃ取れるよ。10秒、これ一番前の人が有利じゃない。いやちょっと待って、邪魔、いやマジ邪魔、ちょっと待ってマジ邪魔、マジキノコ邪魔だって、青いの邪魔だって。いやちょっと待って回転してんだって、回転、いやちょっといや来た、こういうのめっちゃ大好きやわ。で今回僕だけ S プラスなんですよ。確かみんな S だった気がするんですけど、確かそうだよね。ちょっと見てみます。ほら僕だけね S プラスなんですよ。ここでね S プラスの実力をねマジで見せつけたいと思います。さあ僕は一番下です。いや早速やっていきましょう。このコースはマジで実力が伴う。よし待っていや待って、ちょっと待ってちょっと待って一番弱い、マジで一番弱い。いや、ここはちょびちゃんで抜けていこうね、ちょびちゃんで抜けていこうね。ちょっと待って、バネそこまで仕事しなくていいから。で、これは右連打待ってエスプラス1は弱い。待って、ここでエスプラスのなるほど、ここはそういう感じで、よし、オッケー。これ一発で抜けていきます。まだあるでしょう。まだあって、キノピオちょっと待ってね。ジャンプ、オッケーオッケーオッケー。これは分かりました。ジャンプ。これ簡単だね。オッケーオッケー。これは簡単で、次デカキノコでしゃがむ。よし、オッケー。もう一回しゃがむの。うわ、これ簡単だね。マジで簡単。よし。これはなるほど。そういう風にいくのか。オッケー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 。全部出しておこう。で、ジャンプ。よし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 。絶対適当でしょ、あのコース名。十字キーをめちゃくちゃしながら A ボタン連打してつけたコース名でしょ、あれ。ね、さあ、でも、なんか1の1っぽいね。コース的にはね、1の1とめっちゃ似てる。いや、長いって、それ。長いって、この土管でしょ。でもね、僕はもう、1番は取れないと思うから、ね、キノコ取っていきます。ルイージもね、そうやってやってるで、真似してんのか？これは、あ、ほら、なんか当たった。予想が当たった。ほら、2人ともやられてました。よし、オッケー。このまま抜けていきます。よしよしよし。ルイージ、これはワンチャンあるけど、待って、マジで謎なんだけど、これ意味わかんない。どういうこと？これは1回当たらない、無理だね。これ1回スタートからやり直します。キノコを持ったままここに来なきゃいけないってことね。キノコじゃちょっと物足りんくないね。フラワーぐらい欲しいんだけどな。フラワーないの？うわ、スターなかった。今スターがあったよね。あれ、スターあったよね、今。うわ、ずる。スターはずるいっしょ。あれ、いけるの？あ、なんかもういけるっぽい。なんか誰かがいける風にしてくれたのか。なるほど、これか、スター。オッケー、きた。よし、このままやった。このまま左に渡っていきます。よし、オッケーオッケーオッケー。そんなところにスターがあったのか。それは気づかないって。あとはルイージだけだね。ルイージどこ？うわ、こっちか。オッケー。で、右。よし、来た。で、このまま渡っていきます。で、これはこっちでいい。よし、このまま右に行こう。勝ちたい。このコースはぜひ勝ちたい。来た。早くスネークブロック、早く行って。やったー。危ねえ。やられる。よし、このまま順調にいけるはず。来た。で、このまま走っていきます。これ勝ちでしょ。よし、勝った。絶対勝った。もうこれは勝ったよ。いいえこれは嬉しいな。ありがとうございました。いまだかつてね、僕まだ5500台行ったことないからな。そろそろね、もう1年近く経つから赤い S プラスになってもいいと思うんだよね。でもマジでね、みんなでバトルってなかなか慣れないんだよな。よし、それじゃあこれでラストバトルにしますか。最後はね、ピンク S プラスが2人いるんですよ。そして簡単アスレチックってさ、結構なんかテクニックがいる感じのコース多くない？ここで勝ったらね、あのピンク S プラスの人より強いってことだよね。いや、ワンチャンあるよ。いや、これはあるよ。ここは簡単アスレチックはもう技術が物言う世界だからね。いや、熱いあ、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。